はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、まもるです。はい、パート9ですね。はい、アレムレン家の剣をアレムレンに返すということで、まあ、この前手に入れた剣をアレムレンに返すということですね。はい、やっていきましょう。あれ？外になんか表示されてますね。アレムレンさんはどこにいるんでしょうか？あ、いましたね。あ、そういえばあれですね、儲けたゴールドで装備を新しくしました。鋼鉄にしました。これどんな感じですかね？こんな感じです。結構強くなりました。一式揃えました。そして、バイトで、まあ、巻き割りをしてね、稼ぎました。妻は素晴らしい女性だ。時に頑固なこともあるが、彼女を愛する気持ちに変わりはない。アレムレン、探していた剣を持ってきた。見つけたのか。その剣を探し始めて数ヶ月になる。監督どもを残らず退治したのか。礼を言う。さて、父が得意にしていた剣と盾の技術があるんだ。父の追悼を兼ねて教えてやろう。おお、ありがとう。おかげで上がったよ。アレムレン、君はスカイリム出身ではないのか？いや、違うよ。でもあんたみたいのとは馬が合いそうだ。いや、自分はレッドガード。家族は帝国地域の出身だが、幼少時代に故郷を離れたんだ。それ以来転々としている。なるほど。それじゃ。ああ、それじゃ。お前が町にいてよかった。リバウッドに出てはダメだ。あのかわいそうな連中は食べ、はい、レベルアップしましたね。何をあげましょうかね。回復にしましょうか。いや、でもまだできませんね。召喚ですかね。はい、これでいいです。次は、金の爪行きたいと思います。東方山のリード。まだこれは早いですね。いや、でもホワイトラン市長と話すのもいいと思いますね。まず嵐の前やりますか。どうしたの？強いノルドの女を見るのは耐えられない？いや、強い女は好きですよ。はい、ドラゴンズリーチに来ました。はい、ここのあれ、市長に会いたいと思いますね。ここの市長に会うと、どうせ、金の爪のその
石板を探してくれって言われるんですよ。まあそこでまあその重なるので、まあいい機会だなと思ってまあ来たわけですね。何もさせないですよ。邪魔してどうしようっての？バルグルーフ市長は訪問者には会わないのよ。ヘルゲンからドラゴンの攻撃について報告がある。まあ、だから衛兵がなかったからね。それならいらっしゃい。市長が個人的に話したい。で、ヘルゲンにいたのか？ドラゴンを自分の目で見たのか？この首を切られそうなところではっきりと見たっていうのはちょっと気まずくなりそうなんで、これですね。ドラゴンがヘルゲンを破壊した最後に見たときはこちらに向かっていた。イリレスは正しかった。今はどう思う、プロベンタス？壁の強さを信じ続ける。ドラゴンを跳ね返せる。市長、直ちにリバウッドへ兵を送りましょう。山でドラゴンが待ち伏せしているなら、当面はそれが一番の危険ね。我々がウクリップと共に攻撃を仕掛けてくるのか。もういいだろ。恐るべきではない。ドラゴンが私の要塞を焼き尽くし、人々を殺しているのに、ロケット突っ立ってるつもりはない。いいです、今すぐリバウッドに部隊を送ってくれ。ええ、市長。もういいか、仕事に戻るよ。それが一番いいだろう。よくやった。自分でよく俺を探し出してくれたな。ホワイトランに果たしてくれた貢献は大きい。このことは決して忘れないぞ。ほら、ちょっとした感謝の印と思って受け取ってくれ。もう一つお願いしたい。おそらくお前のような特殊な才能を持った者にふさわしい仕事だと。さあ、王宮魔術師のファレンガーを探しに行こう。ドラゴンに関連したことやドラゴンの噂についてずっと調べてもらっていたわ。横でコソ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 喋りやがって。もう市長に筒抜けですよ、あんたら。バレンガ、ドラゴンの件で助けになってくれる人を見つけた。ああ、詳しい事情を全て話してやってくれ。市長はお前が役に立つと考えるの？それならドラゴン研究のことを言っているのだろう。そうだ、誰かに取ってきてほしいものがある。取ってとは言うが、危険な廃墟を探索してもらうことになる。そして実際に存在するかもわからない古代の石板を見つけ出してもらいたい。誰かとか言って俺しかいないじゃないか。それがドラゴンと何の関係がある？おや、単なる脳なしの傭兵ではなく、考える頭があるようだ。学者にでもなるつもりだ。ドラゴンの話が広まり始めると、多くの者が空想、噂、虚言として退けた。自らの経験を超えた者は、起こり得ないとして退けるのは、まさに馬鹿の出ることだ。だが、自分はドラゴンの情報の探索を始めた。その大昔、どこに消え去ったのか、またどこから来たの。で、何をさせたいんだ？前に、ある石板がブリークフォール墓地にあるという事実を知った。ドラゴンの埋葬地の地図が書かれてあるというドラゴンストーンだ。ブリークフォール墓地に行き、その石板を見つけてきてくれ。間違いなく中央の間にあるはずだ。それを届けてくれればいい。簡単だろ。ブリックフォール墓地について
何か知っていることは？古代ノルドが建てた古の墓だ。おそらく龍戦争まで遡るだろう。なあ、そこにどう行くのか知りたいのだろう。リバウッドの近く、ここから数キロ南にある三つ子らしい小村だ。村で土地の者に聞けば正確な道を教えてくれるだろう。と、その石板がブリックホール墓地にあるとどうしてわかる？それは誰しも当該すべきでないことがあるだろう。情報源がある。頼りになる情報源だ。それはひょっとして闇ギルドから仕入れた情報かな？流戦争について教えてほしい。聞いたことがなくても不思議はない。神話のようなものと思われている。だが今はそうじゃない。流戦争は実際の出来事だから、ほんの少しの真実しか今に語り継がれていない。神話時代、ドラゴンはスカイリムでは神と崇められていた。今の風景を彩る多くの記念碑的廃墟は実際ドラゴンに捧げられた聖堂として建てられた。詳細は不明だが、ある時ノルドが反乱を起こした。長く激しい戦争の後、ノルドがドラゴンの大群衆を追放した。ではドラゴンは流戦争で絶滅したのか？そうではない。当然多くが殺された。しかし歴史的時代にまで生き延びた数も少なくない。この宮殿は捕まえたドラゴンを閉じ込めておくためにバルグループの祖先の一人が建てたもの。ドラゴンズリーチという名はそれに由来している。ドラゴンをその目で見たことは？残念ながらない。仕事で忙しく、そのような冒険の機会が得られないからだ。老いた石岩のオラフがかつてしたように、どこかの英雄がドラゴンズリーチにドラゴンを連れてくるかもな。そうすればなんと魅惑的な会話ができることだろう。王宮魔術師はどんな仕事をしている？わかりやすく簡単に説明しよう。市長に対して魔術に関する助言を行っている。要塞が脅威や魔術的性質の不可思議に直面した場合に状況を説明し、取るべき措置を提言する。この答えで満足だな。それでこれが今は優先事項だ。このドラゴンが一匹であれ数匹であれ、戦うのに使えるものは全てだ。今すぐそれが必要だ。手遅れになる前に。もちろんです。バルグループ市長、役立てることを分かっていただけたようですね。彼は必ず役に立つはずだ。これに成功すれば報酬を与えよう。ホワイトランはこの恩を決して忘れない。はい、それでは金の爪を探しに行きます。金の爪は比較的に、まあ、ダンジョンが短い方なんでね。まあ、短くもないか。まあ、普通なんで、あれなんですけど、ダンジョンによってはね、すごい、もう2、3時間軽く超えるようなダンジョンもあるんでね。まあ、そこはちょっと取るのに大変かなと思っています。これね、実際にアップしてる速度と、その、今、取っている、まあ現在ですね。現在っていうか、まあ、その、やつでは、まあかなりそのレベルの差が開いてしまっているので、まあそのつもりでお願いします。ああ、ロードが遅いですね、本当に。まあちょっと待っていてください。それともあれですね。はい。じゃあここで一旦終わります。はい、ロードが終わった時にお会いしましょう。